鴨川。鴨川は、京都府京都市を流れる淀川水系の一級河川。河川法における一級河川鴨川の起点は、京都市北区雲ヶ畑の出会い橋付近である。北区雲ヶ畑の佐敷木が竹東部の谷を源とする、祖父谷川と、佐敷木が竹南部の薬師峠を源とする、雲ヶ畑岩屋川が、雲ヶ畑岩屋橋で合流し雲家畑川となる。 雲ヶは川は、雲毛畑の魚谷山南部の谷を源とする、中津川と出会い橋で合流し、これより、一級河川、鴨川となる。一級河川鴨川の起点標識は、以前は、中津川側にあったが、現在は、中津川との合流点に設置、修正されている。また、この鴨川本流とは別に、京都市京区の瀬里瀬峠を源とする一級、 河川木船川と京都市左京区の花生峠を源とする一級河川倉間川がある。両者は木船口で合流し一級河川倉間川となり、山幸橋付近で鴨川と合流し大きな流れとなる。なお、木船神社社殿においては玉寄姫命が、淀川、鴨川の源流を素状した際にたどり着いたのが木船のとされる。 鴨川は一級河川倉,倉間川と合流後、北区上鴨で、京都盆地に出る。上鴨神社、鴨分け一日の神社、下鴨神社、鴨御素神社は木を南南東に流れ、鴨大橋、鴨大橋手前で一級河川高野川と合流る。そこから、京都市内を真南に流れ、四条大橋上流で一級河川白川と合流した、後南西へ、流に降り、五条大橋から。 再度南下、球場高架橋を越えた後に、南西へと流れを変え、伏見区下戸場で一級河川高瀬川と合流、そのまま桂川に注ぐ。また、中京区で西に高瀬川を分け、伊南で並行して球場付近で再度合流する。1964年、昭和三十九年交付、翌年志向の河川法により、起点よりすべて鴨川の表記に統一されているが、通例として、 高野川との合流点より、上流は鴨川、または鴨川と表記される、例、上鴨上、下鴨神社。日本気略では、鴨川、鴨川どちらの表記も混在しているが、平安時代には流域により表記を区別していたわけではない。平安系の東部を流れることから、古くは東側とも呼ばれた。古代の鴨川上流域は、 鴨の市の本拠地であった。上鴨神社、下鴨神社はその氏神を祀る。下流域には山城の国に配置された旗市が定住していた。平安京においては都の東源となる。なお、鴨川が平安京の東源とされた理由として、初代造りグルダイブである藤原小黒マが新京予定地域である葛ズ郡に視察に入り、 地層を占いしたとされることや、策定期を根拠に、風水の詩人相応の思想を反映させたものとする説がある。しかし、策定期は、平安系の知性については言及しておらず、また、平安系造営に際した見事のりや創じられた、等下において、妄打った考えについては、触れていないことから、詩人相応の思想が、造と工事に影響を与えたという私学的根拠はなく、 後世における推論が通説化したものと考えられる。中世には、京都市街に隣接する河原が、観落地となり、多くの芸人が集まるようになった。その中の一人に、出雲奥にがいる。1614年、慶長19年には、門倉領儀、祖安府市によって高瀬川が改作され、京都と大阪を結ぶ水路として利用された。1890年、 明治二十三年には、琵琶湖疎水によって、琵琶湖とも結ばれた。しかし二十世紀に入ると、鉄道の開通によりこれらの水運は衰退した。セミの小川の別称、画名もあり、鴨の町名が読んだ、石川やセミノオの小川の清ければ月も流れを訪ねてぞ。住むの歌が、新古今和歌集にいる、戦している。鴨川の流れが清く美しいので、 人ばかりか月までが背を見にやってきて、川もに宿っているの意味。ただし、犯者を務めた、賢章は、いとも聞き及びはべらず、そのような別称は聞いたことがないと評価を保留し、後に認める、長命の天敵とも言うべきネギのカモの有権から、内々の画面を買って不意調し、上皇も行行される聖地を世俗化させたなどと、猛烈な非難を浴びている。古来カモ側は、 反乱を繰り返す暴れ川として知られていた。これは大都市を流れる河川としては、勾配が急であることに加え、平安造営時に北山の木が伐採されたこと、市街地の東への拡大に伴い河原が市街地化したことなどが原因である。824年、天長元年には、止水を担当する某鴨川市、防火市という感触が設けられたが、洪水は止まなかった。 平安末期に県政を振るった白川法王は、自らの意に沿わない者、天下三王、ブニョイの筆頭に、鴨の水をあげている。豊臣秀吉の築いた五度井の頭部は、鴨川に沿っており、堤防としての役割を兼ねていた。また1670年、漢文10年には、今出川通から五条通りまでの区間に、漢文新包みが設けられ、五度井との間が新たな島地として開発された。 1935年、昭和10年6月29日未明に発生した、鴨川水害では、死者12名、負傷者71名、家屋の前半階482個、37.2、平方キロメートルが浸水。このほか鴨川に架か,かる26橋のうち5条、大橋など15橋が流出。3条大橋など、上流の橋が流出して当時コンクリートアーチ橋の、 四条大橋に引っかかり川の流れをせき止め、溢れた水が、ポント町や鴨川と並行して走る京阪本線に、路盤流出、駅舎やホーム、琵琶湖水のどんぐり拷門を破損させ、東山区側の宮川町も浸水、さらに朝には、どんぐり橋、松原橋、五条大橋を倒壊させて、正面橋をせき止めてさらに大きな被害を出した。 この洪水による橋の被害がなかったのは、北王子、鴨、七条の3つの橋のみだった。復旧工事中の8月10から11日にかけて、再度の豪雨で、鴨川にかけた仮橋が流出するなどの被害を受ける。これを契機に、琵琶湖疎水の暗挙化、塩麹橋付近に、水力発電所建設、京阪線の地下化を含む、大規模な河川改修事業が計画され、 戦争による中断や京阪戦地下化疎水の暗渠化、発電所建設は中止れたものの、1947年、昭和22年に、鴨川の改修工事は完成した。それまで西側に残る水路、水注ぎ川の高さから2メートル近く稼働が掘り下げられ、五条、大橋塩工事橋間の京阪線の緑地帯を撤去し、川幅の拡幅、 落差数十センチメートルの石を多く作り川の流速を抑制する現在の姿になった。これで、鴨川改修工事は終了したが、支流の河川改修工事が遅れ、昭和10年の水害時を上回る最大雨量を記録した1951年7月の水害では、上鴨地区、山畑地区が浸水、岩倉地区が水没、正面橋、 塩麹橋が流出している。その後、京都市の交通渋滞緩和策として、京阪線と琵琶湖疎水の地下化は、1979年に着工され1987年5月に地下化され、翌年5月に川端通が開通した。なお、大池通五条通りにかけて、カップルが並ぶことで有名な堤防は、鴨川西岸のポント町などでは、 道幅が狭いため火災発生時に消防車の侵入ルートとして整備された。1932年、昭和7年に塚本恒夫が提唱した学説で、鴨川の下流部分と高野川との合流地点から白川との合流地点までは人工河川であり、本来鴨川はまっすぐ南下して堀川に合流、高野川は現在の合流地点から 南西方向に流れ六角道付近で堀川に交流していたという説である。京都盆地は地形が北東から南西に向かって傾いており、鴨川がそれに逆行して流れているのは不自然であり、本来は低地である。堀川通に流れ込むのが自然であるというのがこの説の根源であり、書籍のみならず、新聞や観光パンフレットでまでも確定た事実のように扱われるなど、この 鴨川付解説は1980年代までは主流であった。しかし後にこの説は同志社大学教授の横山拓夫の研究により否定された。地下鉄、カラスマ線の工事の時にカラスマ中学校付近を掘削したところ岩盤が発見されて難工事となったが、この地下の岩盤を物理探査法を用いて調査したところ、 地下山脈が南東方向に存在することが判明。塚本説で唱えられた鴨川の流れをほぼ直角に横切っているため、矛盾点が生じ、現在の鴨川の流れはその地下山脈の影響を受けた自然な流れだということが判明した。京都府鴨川条例、2008年4月1日施行により、場所によって自転車の放置。 打ち上げ花火や爆竹、バーベキューなどが禁止されている。京都市は1980年代以降、三条大橋と四条大橋の中間に歩行者専用の新たな橋を架けることを計画している。この計画に対しては、予定地の東側では、町の活性化につながると賛成する意見がある市で、西側のポント町では、地域が橋への通り道になると、 町の風情が損なわれるとして反対する意見が多数を占めていた。1996年、京都を訪問したフランスの白区大統領、元パリ市長は、松本頼り市長との会談で、セーヌ川のポンデザール、芸術教を模した橋を鴨川に架けることを提案した。これは、2年後の1998年が日本におけるフランス年にあたることと、 京都市とパリ市の友情名約締結40周年に当たることから、その記念事業としての構想であったが、この計画が公表されると、新たな名所になると歓迎する意見がある一方で、フランス風のデザインが景観を損ねるとの批判も起こり、世論を二分した。1997年に行われた都市計画案の広告、従覧では、計画に賛成する意見書が反対を上回ったものの、 これに対しても計画に反対する市民団体から意見書の内容を十分に検討することなく数のみをややしていると計画決定の拙続さが批判の対象となった。また、フランスのルモンド氏が計画を批判する記事を掲載するなど京都市外をも巻き込んだ論争となり、結局、1998年に市は芸術教計画を白紙撤回した。クラマガは 静原川、鴨川、鴨川より、取水、水路式水力発電を行い、鴨川、鴨川に放流する、関西電力株式会社落北発電所がある。1908年、明治41年、落北水力電気株式会社が、設置、1914年、大正3年に、京都電灯の発電所となり、その後1940年、昭和15年に、 京都市に売却され、京都市電気局所管の市営発電所となり、1942年、昭和17年廃電統制令で、関西廃電、現関西電力株式会社に現物出資された。出力は1号機 200kW、2号機 250kW の合計 450kW と1機あたりの、出力は、小水力発電所並だが、現在も稼働している。 鴨川にかかる橋は、豊臣秀吉の頃からの公設橋の三条大橋、五条大橋、大田垣蓮月が資材を投じて作った丸太町橋、町州の力を集めて作られた、市場大橋などの施設橋と橋それぞれに様々な歴史が存在する。そして、明治30年代の京都市三大事業の一つ、京都市電の敷設に合わせて丸太町橋、市場大橋、 七条大橋が、自然の荷重に耐えられる、近代橋に架け替えられたが、2012年現在、鴨川に架かる橋の多くは1935年、昭和10年6月の京都水害で倒壊したり、水害対策の河川改修に伴い架け替えられたり、五条大橋の、ように戦後の道路拡幅により、塩麹橋、丸田町橋は老朽化により1970年代以降に、 かけかえられている。減損する橋で最古の橋は1913年春に、竣工した、七条大橋で、開通からすでに100年を経過している。2017年末時点で鴨大橋、工人橋、二条大橋では、耐震補強や安全基準に合わせた改修が、行われている。以下上流側より記す岩屋橋から出会い橋から、やっぱ幸い橋、十三国橋高橋。 正田橋、黒橋、鴨川通学橋、西鴨橋、味噌の橋、味噌の橋通上鴨橋、玄伊通り、北山大橋、北山通北大路橋、北大路通出,出,出雲寺橋、倉間口通り青井橋、下鴨本通りから出町橋鴨大橋、今出川通高人橋、高人口通丸田町橋、丸田町通りから二条大橋、二条通小池大橋、小池通から三条大橋、 三条通四条大橋、四条通りからどんぐり橋松原橋、松原通から五条大橋、正面橋、正面,正面通七条大橋、七条通塩路橋、塩路通りから、JR 東海道本線鴨川橋梁から、JR 東海道新幹線鉄橋から、JR 奈良線鉄橋から九条湖線橋、九条通東山橋、十,日橋十条通から、肝心橋、 武田街道から国名橋から、近畿日本鉄道京都線鉄橋武田橋、京都南大橋、油の工事通り、大宮大橋、大宮通戸場大橋、国道1号鴨川大橋、名神高速道路から小枝橋、京川橋。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。